六号橋は、東京都大田区東六号と神奈川県川崎市、川崎区本町との境の玉川に架かる国道15号の橋である。急遽と対称して新六号橋とも呼ばれる。長さ443.7メートル、幅34.4メートル。大四郷と玉川大橋の間に位置し、川口から数えて2番目にある。南東に流れる玉川が蛇行し、 六号橋の川口側から流路が東北東になるため、六号橋は玉川に架かる橋の中で最南に位置する。玉川を渡る主要道路の一つであり、川崎側では国道409号と交差する。上流側に京急本線六号川橋梁と東海道本線六号川橋梁が並行して架か,かっている。六号橋は 東京箱根間往復大学駅伝競争の通過点としても知られるが、東京都と神奈川県の境界に位置しており、六号橋を境として、東京都側の交通規制、先導等は、警視庁、神奈川県側の交通規制、先導等は、神奈川県警察が担当している。1860年代の川崎6号の私、ベアと撮影。六号は、東海道が、 玉川を横切る用地で、慶長5年に徳川家康が六号大橋を架けさせた。慶長18年、寛永20年、寛文2年、天羅元年、上京元年に架け直され、上京元年のものが江戸時代最後の橋になった。1688年の洪水以後、橋は再建されず、代わりに六号の私が設けられた。六号大橋は、千場大橋、 両国橋と共に、江戸の三大橋とされた。漢文二年の橋は、長さ1七7間幅島一尺七寸、高欄の高さが四尺三寸。上京元年の橋は、長さ111軒、幅島二尺であった。1874年1月に、鈴木左内が死費で、六号の私に、左苗橋を架けた。長さ60軒、幅三軒の木橋で、 通行量を徴収した。この橋は1878年9月に洪水で流された。佐内橋が流された後しばらく橋がない状態が続いたが、地元の人々が六号架橋組合を作って1883年に有料の橋を架け、六号橋と名付けた。1885年に破損したものの引き続き、使用され、1900年に京浜電気鉄道が買収した。 1903年には通行料の徴収をやめ、1906年に国二条とされたが、1910年に流された。1910年の親柱現在は、六号神社に置かれている。流された橋の代わりに、長さ52間、幅3間の仮橋が架けられた。1913年にこの橋も流され、再建された。この橋の親柱は、 六号神社に保存されている。1925年の橋門と親柱六号協協の宮本大緑地にある橋門と親柱。1925年8月には長さ446.3メートル、幅16.4メートルの六号橋が架けられた。川の水路部分を一本の橋脚と連結した二つのアーチで越え、河川敷の部分は連続桁橋であった。 片側一車線の車道に加え、両側に歩道があった。この時の工事を請け負った業者の一つが、俳優、船越栄一郎の祖,祖父が営む飯島組である。1984年12月、掛け替えのための解体、て、この橋の親柱は、東京側を宮本大緑地公園に、川崎側を稲毛公園に移設された。宮本大緑地には、 この橋の橋門も保存されており、その柱にはこの時の事故で亡くなった5人の氏命と、作家の森村勝良による鎮魂の詩が刻まれたプレートが取り付けられている。六号橋の拡幅のために架け替えられたのが、現在ある橋である。1979年に工事を始め、段階的に工事を進めた。1984年3月に、急遽の上流側に接して、 新橋の一部が完成し、交通を切り替えた。次に、急遽を撤去して1987年に新橋が完成した。その後第3期の工事が完了したのは1997年であった。橋の幅は倍以上となり、車道も片側3車線に増加した。ありがとうございます。